皆さん見てましたか？ハッシュタグ推しメンに恋した瞬間だっけ、なんだっけ、あなたが私がだっけ、ちょっとそれテロップにやるから教えてください。正式名称なんだっけ。リモート、私どこにいたか全然わかんなんか遠くてわかんなかったんだけど、どこにいたんだろうね自分が。どこなんかでもね、ズーム上ではね、右左上にいた。あなたが推しメンに恋した瞬間、あなたがなんだ、自分でツイートするのにあなたなんだね。まあいいや。あなたが、皆さんツイートしてくれましたか？見つけたのはいいにしたんだけど、してなかった、いやしてきてなかったら教えてください。なんか顔赤く映るね、さっきも思ったけど。あなたが推しメンに恋した瞬間をぜひハッシュタグを、もう遅い？まだいける？まだ。まあいいや、私が見たいからぜひツイッターに載っけてください、このハッシュタグをつけて。あ、でもやっぱやめよう、恋落ちフラグ発売日にしよう。恋落ちフラグ発売日です、今日は。恋落ちフラグ発売日です。そしてティーンズユニットも投票受付中、受付中、投票期間中になります。今そう、ティーンズユニットも宣伝してくれてる方のツイートはいいねしてると思う、ほとんど全部全部してると思う、見つけたのは全部した。ハッシュタグあやの夢が叶いますようにをつけてもらえると見つけやすいのでよろしくお願いします。ユニット投票する、ありがとう、みんなありがとう。意外ともうすぐなんですよ、速報が。知ってましたか？もうすぐなんですよ。明日が4日でしょ、5、あ、でも今日3日で4、5、6、7、あと4日、半分、もう明日で半分。投票する、ありがとう。ここに今そう送ってくれた人がみんな投票してくれたらいいところに行けるかもしれない。少しだけど投票します、ありがとう。あ、そうだ、明日、本当は昨日やりたかったんだけど、みんなでみんなで投票する回第1弾は、皆さんもモバイルのやつって投票しちゃったかな、 SK モバイルの。皆さん大事なお願いがあります、ショールームに来てくださいって。ここ9時からにしよう、9時から。こういうのはね、なるべく早い方がいいから、本当は昨日やりたかったんだけど、ちょっといろいろやってて遅くなっちゃったの、帰ってきたのが。ルームに集合、9時になったら
9時になったら皆さんに大事なお話があります。大事なお話にしよう。お話だね。お願いじゃないよ。そう、昨日はさきさんと恵方巻き食べた。え、待って、これさ、いつもは携帯じゃないんだけどさ、大丈夫かな。いつもモバイルにログインしてるやつじゃない。まあいっか、いけるか。まあそんなこんなわけで、今日はティーンズユニットの発売日、ティーンズユニットの発売日じゃない、恋落ちフラグの発売日なわけです。ですけど、皆さんもう聞いてくれましたか。もうね、なんか音楽のアプリとかに入ってた。めっちゃ濃くなっちゃったリップが。準備してたの、汗汗と初。でもなんかさ、こういうのさ、こういう感じでやるって聞いたから、なんか「えー!」とか「はぁ!」とかの方が選ばれるかなって思ってそういうのも考えたけど、なんか「えー!」っていうエピソードがなかった。いろいろ考えたんだけどさ、でも私この話、この間観覧車へようこそ聞いてくれた方がいたら分かると思うんだけど、この間話しちゃったの、観覧車ようこそで。だからなんかまたこいつこの話してるって思われたら嫌だなと思ったけど、これ以外に話がなかったからこれにしちゃった。まあ見てなかった方もねいるかもしれないし、観覧車聞いてなかった方でもなんかあれだった、なんか多分ラジオを書き出してくれた方、スタッフさんがいて、なんか岡本彩香でエゴサしたら出てきました、観覧車の、あ、 SKE の公式がリツイートしてたかな、 SKE の公式の人がリツイートしてました。だから聞いてない方もそこで話した内容は大体見れます。観覧車、あれこれバグって、誰もリプしてない、誰もリプしてくれない私のツイートに。そう、最近いいねとリツイートが少なくて悲しいので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。いいねよろしくお願いします。なんかすごい顔が赤いんだけど、どうして。多分ね、家のね電気がそうなっちゃうんだけどね。さっきもなんかめっちゃ赤いなと思った、 YouTube。 いいねとリツイートよろしくお願いします。あと今ティーンズユニットのなんか宣伝じゃないけどみたいなツイートを今準備中だから、いつか載せる。こんばんは。モバメ撮り始めました、ありがとう。最近モバメちょっとあんまり遅れてないので頑張ります。昨日はちょっといろいろあってね、いろいろあって遅れるような精神状況じゃなかった。昨日の夜は
親御さんが電話してくれました。なので私は今生きています。今日は親御さんがセンターだった。こよちゅらく That's your flag That's a ユニット投票する。ありがとう。今日はピンをつけました。かっこつけてもしょうがねえじゃん。近くにいれば伝わるだろう。ハートの鼓動は見えない言葉バン。ドキドキイコールラビュー。椅子なんかつけない。騙せやしない。こんなにわかりやすいフラグ立った。大好きだったあれだってわかるだろう。恋落ちフラグヒヤッヒヤッ。チャン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 。嬉しい。ラップあって嬉しい。やっ。かっこつけてもしょうがねえじゃん。近くにいれば伝わるだろう。ハートの鼓動は見えない言葉。ドキドキコーララービュー。ちょっとなかつけない。騙しやしない。こんなにわかりやすいフラグ立った。大好きだったあれだってわかるだろう。これ落ちた。あ、昨日公演ありがとうだって。こちらこそ。今公演の DMM 見てたんだけど途中でやめちゃった。 MV ドキュメンタリーにも映ってた。まあね、全員参加だからね。ぜひ見てください。ドキュメンタリー、ドキュメンタリー私も見たけど、結構前に、結構前に見たけど、どんなだったっけ、どんなだったっけ。ドキュメンタリー、私の見どころは、ちょっと探し物をしてるんだけど、ない。私の見どころは、後ろ、名古屋ドームで、バンテリンドーム、バンテリンドーム名古屋で、みんながなんか、インタビューみたいな、初めて来ましたみたいな言ってる後ろに、ぼやけて、ぼやける私と奈緒さんっていう見どころです。ない。ちょっとみんなに見せたいものがあったけどないわ。大好きだって誰だって分かるだろう。ちょっと後で探そう。行ったんだろうな。どこに行ってしまったんだろうな。あ、あった。見てこれ可愛くない。私が探してたリボンってこういうやつ、こんな感じのね、リボンがいっぱい欲しくて嬉しい。そうで、こういうやつ、こういうのがいいの。これもう本当にこれこれこれ、このやつがついてるリボンで、この色もめっちゃ可愛いし、あとなんかピローンってなってるやつも可愛いんだけど、欲しいんだけど。え、これもう本当にこういうの探してた、本気で探してたやつ。嬉しい、本当にありがとうございます。本当に嬉しい。私はもうね、結構本当にね嬉しい、本当に嬉しい。これはファンの方がくださったんですけど、さきさんのファンの方がくれました。ありがとうございます。そう、これが本当に欲しかった。本当に本当に嬉しい。もう最近で一番嬉しかった超テンション上がったもんってなった。ありがとうございます。一生使う、絶対なくさない。そう、ハマってるんだから、こういうのも自分で買ったりして
基本の。嬉しい、もう絶対つけるね。毎日つけちゃう。さきさんってこういうイメージあるの？さきさんのファンの方がくれたよ。嬉しいな。嬉しいな。こんばんは、こんばんは。ルンルンです。なので今日はルンルンです。ルンルンルン。ルンルンルンです。ルンです。キュンです。ルンです。今日は朝目がバーンって腫れてたんですけど、だいぶ治りました。こんばんは、ユニット投票する。ありがとう。先にログインしとこう。こんばんは。あ、見て、顔に光が当たってちょっと白くなってる。アメブロですか？私アメブロなんか絶対書かなきゃいけないって言われたら書くけど、書かないかもしれない。多分書かないと思う。絶対ですって言われたら書くけど。今日投票したよ、ありがとう。ちょっとコヨーテラブの歌詞を調べよう。アメブロは多分書かないかな。あ、振り仮名付きだって、ありがたい。歌詞サイトに振り仮名付きがあるんだけど、嬉しい。あ、漢字の振り仮名だった。なんかさ、カタカナのね、歌詞カードをもらったの、英語のとこの。ちょっとなくしちゃった。あ、置いてきちゃった、最悪。 That's a flag, it's a sin, I mean, love is you. That's a flag, feel it too, it's breaking up my heartアップマイハートって言ってんだ、ここ。アップマイハート、いちごだ。いちご、いちご初めて見た。ありがとう、初いちご。でもみんな、今月はティーンズユニットもあるので、ギフトは無理せずに行きましょう、ショールーム。どうせだったら、どうせだ、どうせだった。なんて、どうやって歌うの、ここ。どうせ、どうせだ、どうせだったら一心不乱、森が見えなくなればいいのに。めっちゃ難しそう、ここ。
理性な自分が後悔で中途半端に遠慮しちゃう。これ2番か。多分ずっと前から本当は好きだったんだろう、だけど自分で否定して気づかないふりしていた。ここからしが吹く道で待ち話をしてた時、君が風を引かぬように他風になって守った。さりげなく優しくする自分にバレながら驚いた。まさかそんなことあるわけだ。異性で意識したことは一度もなかったのに。そういえば私たちのなんか恋落ちフラグ、何チームか6チームあったじゃないですか。私たちのなんかチームの正式名称が体柔らかいチームになってびっくりした。なんかなんて言うのか分かんないみたいな感じだったのに、メールで来て体柔らかいって書いてあって、なんか可愛い元気クールみたいな、体柔らかいって書いてあったそうなんだって。体柔らかいチームだったらしい。体柔らかくないんだけどな、絶対。だからみっちゃんとやばいって言って、なんかコンテンポラリーやりますみたいな、ちょっとイントネーションわかんないんだけど、コンテンポラリーをやるって書いてあって、なんだそれってなって調べて、やばいやばいとか言って、そしたらみっちゃんも書いてたプリップに。体柔らかかった頃もあった体柔らかかった頃もありました。すごいすごいすごい。待って、こっち動きが綺麗チームになってるんだけど、動きが綺麗チームだった。このモバイルは、スキーモバイルの方は動きが綺麗チームでした。でもこの間のメールにはね、かなんだっけ、体柔らかいチームって書いてあった。いいな、セクシーチームって響き、いいな。からちょっと謎が多いチーム、でもかっこいいチームもクールチームって書いてあったからちょっと決まってないっぽい。いいな。ありげなく。そう、ぜひ見てください。あのドキュメンタリーもね、ドキュメンタリーと MV と、あと10分で人来てくれるかな。君
ーちゃんってこんな今明るい髪色してるんだね。ね、さっきからこの人さ、あやめろさんのこと書いて私のハッシュタグつけてくるんだけど頑張ったんやか。一回間違えたのかと思ったら二回目もそうだった。ちょっと誰か教えてあげて。色縁したの染めたんじゃないのこれ。いつかまた染まれたよね。この間染まれたよね。ヒヒ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 。ああ。あやか違いです。教えてあげてください。今日ね、スタバ飲んだんです、久しぶりに。久しぶりのスタバ。久しぶりのスタバ飲みました。感動した。美味しくて、美味しくて感動した。明日も飲みたい。美味しくて感動しました。あやめろさんとこの間 TikTok に撮った。なんかめっちゃ懐かしい TikTok。 なんかやつなんか撮りました、レッスン前に。なんかチョコのやつが売り切れた時にだけ出るっていうほうじ茶のやつ飲んだ。超美味しかった。ほうじ茶大好きなの。チョコのやつまだ一回も飲んでない。でもなんか絶対飲んだ方がめっちゃ美味しいって永さんが言ってた。1個目の方ね。でも2個目の方まだ飲んでないって言ったから、次の次の日ぐらいに飲みましたかって言いに行った。飲んだって言われた。悲しい。ほうじ茶めっちゃ美味しかった。ほうじ茶が一番好き、スタバ。なんか前あったシェイクンほうじ茶みたいなやつめっちゃ飲んだ。あのやつめちゃくちゃ飲んだ私。あれ大好き、ほうじ茶。ほうじ茶大好き。ほうじ茶の匂い大好き。ブラックサンダーのほうじ茶味なんてあるんだ。見たことないかも。ブラックサンダーなんか至福のバターみたいなやつ飲んだ。美味しいほうじ茶。シェイクンほうじ茶なんとかっていうやつ。なんかね、12周年のリハ期間中だったんですよ。リハ期間とか自分で覚える期間に売ってて、なんか毎日のようにみんなで飲みに行った。美味しかった。でもチョコのやつもちょっと今気になってます。みんな美味しいって言ってるから。みんな飲んでるって言ってたし、みんな美味しいって言ってたから。普通のほうじ茶もね飲む。なんかほうじ茶、どうしてもほうじ茶ラテが飲みたい、ラテとかフラペチーノとか飲みたいときはほうじ茶を飲んで感じる、ほうじ茶を感じるって。あ、クマだ。クマありがとう。クマ、クマありがとう。みんなありがとう、ありがとう、ありがとうだけど、ありがとうだけど、みんな今日は全然、あ、今月は全然ギフト頑張らなくて大丈夫だよ。いろいろあるからね。ありがとう、クマありがとう。でもあと5分だ。あとこのチョコのやつ最高。どっちが美味しいですか、チョコのやつ。あ、クマ投げないと忘れてた。いや、投げないとではないな。クマ
なんでもないです。くま、ありがとう。昨日の、なんか昨日のギフトすごかったよね。でも限定ギフトがすごかった。スタバのやつどっちが美味しかった？まあどっちも飲んでないんだけど、チョコのやつ1段と2段。あや、ツイッターいいね、ありがとうございます。え、どの人？そう、あのね、見つけた人はね、いいねしてる。昨日豆とサイリウムがあったらしい。あ、一つ目ね。やっぱ一つ目なのかな。結構一つ目って聞く。私もなんか一つ目の方が衝撃がでかかったってなおさんが言ってた。でも二つ目、さきさんとか二つ目でした。でもなんか一個目の方が甘いんでしょ。1個目の方が甘いって聞いた。じゃあ1個目かなって感じだけどさ、あんまり売ってないんですよね。今日もそうだったけど売ってないからほうじ茶が売ってるんだけど、そう、結構ね売り切れてる。夜行くと、夜でもなかったけど今日は。え、1個目もうないの？え、そういうこと？人1日目が売り、何？ 1 日でじゃないの？もうダメなの？もうどこにもないの？じゃあずっとほじ茶ってこと？え、そんなことある？見えんだね、それは。まあいいか、太るしポジティブです。太るし。今日はほじ茶を飲んだ。だから打ち合わせの時飲みながらやってた。かっこよくない？打ち合わせ、リモート打ち合わせスタバ飲みながらやるのかっこよくない？あ、今日眉毛マスカラするの忘れてた。最悪だ。ちょっと9時になる前にやっとこう。今日いや、メイクさ、急いでメイクするとさ眉マスカラ忘れちゃうんだけど、いつも。でも全然気づかなかった。眉マスカラ忘れてたんだけど。眉マスカラいない。眉マスカラどっか行ったよ。眉マスカラが、眉マスカラがない。なんでなんで。眉マスカラがない。眉マスカラがない。事件、はい。事件です。眉マスカラがない事件起きた。劇場かな。最悪だ。でもちょっと私もう一個ね、実はあるんです。もう買ってあるんです、いつか買ったやつ。どこに行ったんだろう、私の眉マスカラ。最悪、絶対劇場だ。ああ劇場だ。ああ、あるんです実は。でもなんかこれ違う気がする、今まで使ってたのと。まあいいか。忘れてた。朝からずっと忘れてた。気づかなかったな。新しいの開けちゃった。今日こっちゃんとプリクラ撮った。このプリクラも眉毛眉マスカラしてないんだ。あ、重大発表、もう9時？ 9
時になりました。発表ではないです、お話でしたら発表はしません発表しません。9時になりました。ちょっとリツイートしようと。発表しないよ、発表何、発表しないよ。可愛いでしょ、お気に入りです。スタバはこっちゃんが飲みました。かわいい須田さん、服の色も対照的でいいですね。これね、なんか前ねバスの中で写真撮ったらこの服赤く写ったの、すごくない？俺次の髪型どれにしようか迷い中。うん、ハーフツインで。今日須田さんのハーフツイン可愛かったからハーフツイン。私も今美容院行くか迷ってる。ぜひ。ぜひハッシュタグあなたが推しメンに恋した瞬間でツイートしてください。そう、黒が隠してたの。心の準備全然いらないよ。お話しするだけだもん。発表なんてしないもん。なんで誰かが発表って間違えて思ってるから発表っていう噂が広まってるの。怖い怖い。やめてやめて。やめてやめて。こんばんは、みんな来てくれた。こんばんは。こんばんは。今日は恋落ちフラグの発売日です。手形届いたの今日。手形とさ、なんかの発表だと思って、なんでなんで重大発表なんて言ってないよ私。どこに書いてあるそんなこと。お話があるって言っただけなんだけど。そう、今日は一般女性の17歳一般女性と18歳か18歳一般女性とご飯食べてきた。 MV の話聞かせてよ。MV の話？ MV の話私さ、結構いろんなとこでいろんな、あ、ちょっと、あれ？これどうやってスクショ撮るの？こうか。いろんなとこでしてるからさ、もう今日も同じ話しちゃった。観覧車ようこそ、聞いてくれてた方はまたこいつこの話してるよって絶対思ってた。大事なお話はするよ。18歳一般女性、まあ、5分になったので、皆さんお手持ちの携帯を、お手持ちの携帯で SKE48 モバイルを開いてください。何食べたの？なんだろう、なんかお肉。大事な話イコール重大発表みたいな、それはなんかもう支配されてるねアイドルに何でもそう思っちゃうの。面白い話なんかあるかな MV の時でも。私その時何してたんだろう、なんかずっと一人で
いた。めっちゃ悲しい話みたいになっちゃうからやめよう。スキーモバイルを開いたらまずログインしてください。ログインしたらこのような画面が出ますね。このような画面は出ないかもしれないんですけど、こう推し面が表示されますね。されましたか。ログインしたら推し面が表示されます。こんな感じの画面が多分表示されるんですけど、スマホ携帯持っていませんのでできません。パソコンで見てるのかな。パソコンでもいいです。パソコンでもいいですよ。パソコン、手持ちのパソコン、タブレット、スマートフォン、 iPhone、 こちらの画面が表示されてください。そしたら次に進みます。こちらの画面にしてください。ログインして。推し面の配置全く一緒だった。え、嬉しい、ありがとうございます。これできましたか。ログインしたらこう出るんです。ね、パソコンとかの方はちょっとあれが違うかもしれないけど、仕様がこちらの画面です。こちらの画面になってください。まあログインしてください。あ、充電がないですね。まあ、充電します。なんでも、いや、まあとりあえずログインしたらいいんです。マイページに開いて、そしたらこう下にスクロールしてください。で出てきて、そしたらあ、ここを開くとですね、アワードみたいな開くとですね、こちらにこちらの第7位に私がいますね。第7位に私がいます。なんと、ありがとうございます。ティーンズじゃない、ティーンズじゃない、メルブロアワードみたいな、メルブロアワードの7位に私がいます。去年のやつね。まあそんなことは置いておいて、見てみて、見てみて、これちょっと並んでて嬉しかったからスクショした。こんな感じ。これはメンバーです。 SK2E 研究生のメンバーです。まあ、そして2月14日公演メンバーの変更のお知らせっていうのも出てくるんですけど、こちら私出ることになりましたのでよろしくお願いします。2月14日の公演。そして今日はおしりさんですね、シルエットクイズ。まあそんな感じの、これがモバイルサイトなんですけど、こちらにね、 SKE48 未来を少女たちの何だよ手の中っていうのがあるんですけど、こちらをタップしていただくと、あ、こんな感じになってるんですけど、まずねこちら対象メンバーが見れます。応募したよ。え、何に、あ、公演楽しみ。2月14日はねあれなんですよ、私劇場デビュー2周年、公演デビューが2月14日だったので劇場デビュー2周年の日に公演に出れる。じゃん、まあ、こんな感じでメンバーがいっぱい出てきて、自己 PR 動画もアピール動画も見れます。あ、 K2 は赤ですね、かわいい、ピンクみたい。で、雇用時フラグのチームとかも出てきたり、こうやって見れるんですけど、まあそんな中でね、一息は輝いて見えるこちらの人がいると思うんですけど、こちらですね、岡本彩香ちゃんっていう子ですね。岡本彩香ちゃんっていう子なんですけど、で、いない、岡本彩香ちゃん動かないよ。これどうやって投票するの？これどうやって投票するの？モバイル開いたはいいけど、そう、ひときわ輝いてる子がいるんですけど、
明したかったんだけど、どうやって投票するの？バレンタイン公演かわかんないけど、バレンタインに公演します。投票はこちらみたいなとこない？あ、これか。あれ、これは何？え、なんかさ、パソコンの画面になっちゃったよ。最初の上のところ、どこ？SK モバイルをタップ。あ、これ、はい、こうなった。こうなったらどうするの？メンバー紹介の前、